おはようございます、長く続きました、多分ね2019特番とかなんかそんな感じになってると思いますけどね、02かな、1902特番でしたでしょうかね。あの2月もですね、ずいぶんあちこち行きましたけど、実は昨日池袋のところであの切符買った後ね、結局タクシーでちょっと一旦用事があって家に帰りまして、服も着替えてきましたが、あの朝今の時刻は午前7時15分です。ここは東京国際空港羽田空港ですが、あの最後はね韓国まで日帰りして、これであのようやくまともにあの家に落ち着けるということになります。本当に家に本当にちょっと帰っただけだったからね。で、韓国まではビジネスクラスで行くことになっています。全日空のビジネスクラスです。マイルが溜まっているのでタダで乗ることができます。これはねありがたいことなんですよ。しかもなんかあの小野田さんのなんか動画で知って、あのそれでねあの行くんですけど、韓国までってのはあのビジネスクラスであのマイルで使っていくっていうのがねすごいなんかお買い得らしいんですね。マイルで、ビジネスクラスに乗ってみたいんだったら韓国がいいと。しかもあの私は日帰り、海外旅行はなるべく日帰りで済ませたいと思っているんですが、普通日帰りで切符買うとめちゃくちゃ高くつくんですけど、マイルの特典航空券ってそれで、ね、申し込みをすると日帰りでも別に値段が上がらないんで、これはありがたいなというわけで、あの朝8時50分で飛行機で行って、20時15分発の、韓国銀行空港発東京行きのまた帰りのビジネスですけど、これで往復帰ってくるということになっております。で、ゼニックのビジネスクラスはどんなもんだめ、ここに乗ってみようということです。ただあのゼニックのビジネスもですね、これとそれからあのもう一個あのフラットになる長距離用となんか2種類あるとして、私は比較的短距離傾向にあるね、そういうビジネスクラスに座ることになっています。あのまだねお腹は減ってますけど、多分食事は多分出てくるんでしょうから、まあ、それ食べて、そんなに心配もいらないということですね。よろしくお願いします。なお、空港の入り口のところで事故がありまして、あのちょっとタクシーで来たんですけど遅れてしまったので、ちょっと急がないといけないですね。今7時15分ですが、出発は8時50分ですから、あと1時間45分ほどです。いや、あと35分か。これですけどね、韓国の空港ってインチョン空港しかないのかなと。ギンポ空港っていうのもあるそうです。 GMP って書いてありますね。でも2時間40分で着いてしまうんだそうですが、その短い距離でね、わざわざこう何倍も払うビジネスクラスに乗って、なんでそんな必要なのかなと思ってしまうんですけどね。国内線の沖縄行きだって同じぐらいの飛行時間なわけですが、そちらは別にそんなべらぼうに高いようなクラスは設定されていなくて、プレミアムクラスが、まあ多くの人が普通席で行くんじゃないですか。ともかくこれがその E のビジネスクラスの入り口か。だからここから入りゃいいんだろうな。他のところは結構混んでるから、これはありがたいサービスです。私ちょっと驚いたんですけどね、羽田空港から少なくとも全日空のビジネスクラスに乗るのに関しては優先保安検査、そういうのは特にないんだそうですね。多分、まあ、日本航空とかでもないと思うんですけど、上級会員、つまりあのダイヤモンドとかなんかそういうやつになってる人はさっさと抜けられるんですが、そうでない人は普通にこうエコノミーの人と一緒になってね行列に並ぶんですよ。だから私も並びましたが、行列を抜けるのに15分はかかってないかもしれないけど10分はかかりましたがね。そうなんだと思って、まあ別にそれで並べって言うならまだ、まあ、並ぶ分だけあの時間間に合うように来たから、まあ、よかったんですけれど、でもねこう、あ、ビジネスクラスでもそうなんだなと思って、こうビジネスクラスってのは乗る前はねべらぼうに高いもんだってことは、まあ、それは私も知ってたんですけれど、だからもう世の中のごく限られた選ばれたような人たちがこう乗ってきてね、こう社会の超上流階級みたいな、そんな空間を形成してるんだろうなと思ってたんですけど、意外とねなんかこう乗ってみると、いやそれ確かにべらぼうに高くてエコノミーと比べれば天国ですけどね。でも別にそんなにビジネスクラスだからすごくいいかっていうと、別にそんなことないですよね。あの金額が高いけど韓国だったらエコノミークラスで十分じゃないですか。やっぱりこれね、高級待合所っていうとみんな笑いますけど、待合室に過ぎないと思うんだけどな。全日空ってね、自分の会社のことを ANA って呼びますけど、全日空の方が良くない？なんかちょっと ANA って長くて大げさじゃないですか。あ、ここで2つに分かれてんだな。この右の扉に入る人がファーストで、左がビジネスみたいですけど、私はファーストではないから左。待合ラウンジの中はやっぱり食べ放題飲み放題、しかし味は日光の方が良かったなと個人的には思います。というのはこのカレーなんですけどね、日光の方が依存症になるぐらいもう強烈な味だったんですが、まあ、こっちはほどほど美味しいかなっていうところ、まあそれぐらいでね十分だと思いますけどね。実際には食べ物はこんな風に置いてあって自分で自由に取りに行くスタイルです。左側はスパゲッティミートソースだったかな。これはお酒ですけど銘柄の良し悪し私には分かりませんので、まあぜひ皆さんで判断してみてください。
これはなんかフルーツポンチの中にあのゼリーが混ざってるマスカットゼリーみたいなやつだったかな。これは美味しかったですね。昔給食でこういうの出てね、小学校の時ね、こういうのが出ると嬉しかった美味しいデザートです。ただこのビジネスクラスのラウンジは全般的にはね、あの新幹線の待合所、そこにあの飲み物の、ね、食べ物が置いてある、まあそんな感じですかね。別にね、なんかよくネットに憧れのビジネスクラスラウンジとか書いてありますけど、そんなすごい豪華だとは思わなかったですね。あとはあの建物の奥の方に行くと結構快適そうなソファーとか置いてありましたよ。私は食べ物のすぐ近くに座ったんですが、食べ物周辺はどちらかというとさっと食べて、そしてすぐ過ぎ去る人向けのスペースみたいな感じで、ビュッフェというのかな。奥の方に入れば入るほど長時間滞在するのにふさわしいようなスペースになっていました。まあ、そっちも移してもよかったんですけど、混雑しているのでやめておきました。そして今これで搭乗口がすぐ近くにあるからね、私は時間までギリギリいたんですが、まあ、しかしもうそろそろ出発まで20分ぐらいだから、じゃあ飛行機の中に入ろうか。111番搭乗口がもう出口のすぐ脇にあって本当に助かります。本日の飛行機はボーイング787って言えばいいのかな。2枚窓が特徴だったね、この間教えてもらったんですけど、確かになるほど、コックピットのところの顔がちょっと違って毎度毎度オウムの顔をしているというふうに言ったのは、多分その印象が強かったんだろうなと思います。ビジネスクラスもエコノミークラスも同じ乗り場から入りましたが、前寄りがこのような座席になっています。座席が少々低いので、いや別にね狭くはないんですけど、なんか座席がちょっと低いように感じましたね。だから広く感じます。でこれはあの韓国に入国に際してこういうものを書かなきゃいけないわけですが、ボールペン持ってないんですけどと言ったらこういうのくれました。ありがたいことです。本日の乗務員の方、私の担当していただくのはキムさんという方でして、おはようございます、よろしくお願いします、キムと申します。愛想よく上着を預かってくれました。161便をご利用いただきましてありがとうございます。この飛行機は AAG とスターライアンスパートナーの合同シェア便でございます。一番最初に挨拶をするとき、スターアライアンスメンバー ANA をご利用くださいましてありがとうございますというふうに言うんですが、その時にね、あのビジネスクラスのところに4人も人がいらしたんで、もうみんな一斉に応じきして、かなりこれは壮観の眺めでした。逆にこっちがビビるぐらいです。で日本航空のね、あの国内線のファーストクラスとよく似たような感じでしたかね。でも座席の快適性はこっちの方が上でした。これのこんなリモコンがあってね、取り外してきて、取り外したらなんか裏にこんな、これはゲームとかやるようなんですかね、キーボードみたいなのもついてるから、まあ、もしかしたら他にも何か操作ができるようになっているのかもしれません。様々な使い方がありそうで、これは日本航空のファーストクラス、ビジネスクラスよりもいろいろ機能が多いのだなと思いました。韓国までのルートもあのように出て、飛行時間は非常に短いものです。ほとんど国内線のような感覚で羽田空港を出発、乗客もほとんど日本人のようです。で離陸してしばらくしますと、もうベルトサインが消えまして、じゃあリクライニング使ってもいいですよ、そういう風に許可がおります。全部倒すことにしました。もう昨日の夜は遅くまで起きていたし、今日も朝早かったですからね。食事もここで出してくれるということだったんですが、まあ、しかし韓国に行ってからもどうせ食べるし、だいたいさっきラウンジでもうほとんど済ませてしまったので、ここでもう一度食事を取る理由があんまりないなと思いまして、これはパスすることにしました。帰りもビジネスクラスを予約しているから同じ食事が多分出ると思います。まあ、興味がある方はぜひ帰りの動画をまたご覧になってみてください。この座席は本当に深く倒れましてね、国内線のプレミアムクラスと雰囲気は似ていて、これ配られる毛布とかね、座席のもう趣向とかデザインとかほとんど似ていたので、何がどう違うのかパッと見た時には、まあなんか座り心地違うなぐらいだったんですけれど、まあ、やっぱり前後の間隔の広さが違いますし、それからこのリクライニング、フルフラットというほどではありませんが、かなり深く倒れます。これは本当に助かります。JR 九州のデラックスグリーン車とか、それからドリームスリーパー高速バスですね、あれによく似ていましたけれど、それらよりも快適です。かなりフラットに近くなるなと思いました。これ多分短距離専用のビジネスクラスなんだと思います。今度ね、長距離のビジネスクラスも乗るんですが、まあ、その時は多分フルフラットになるのをまた皆さんにご覧に入れられるのかなと思いますけれど、でも短距離線でもかなり快適です。この座席は本当に素晴らしくてね、こんな風にフットレストもついていて、日本航空で私あの短距離専用のビジネスクラスの座席に座ったことがあるんですね。東京から名古屋まで行く時に、もともと中国とかへ飛んでいる飛行機らしいんですが、そのビジネスクラスの席に座りましたけど、それよりね、こっちの方が快適でしたよ。これちなみにあれか、なんかメニューですね。これは行きも帰りもやっぱり同じメニューを出しているようでしたが、見てみるとアペタイザーと簡単なメインディッシュ、それからまあパンとかお菓子とか、そんなにものすごい量がたくさん出るわけではないようです。やっぱりまあ距離が短いからね、そんなにデラックスなものが出ないってことでしょう。ただ飲み物の種類は本当に多かったです。これね、日本航空の座席の話さっきしましたけど、あっちはあの幅がすごいなんか大きくてどっしりとした座席で、なんか昔の百景新幹線のグリーン車みたいな感じで良かったんですが、まあ、一方でこっちのこのビジネスクラスはね、こう非常に深く倒れるし、体をうまく包み込んでくれるような感じで、こちらの方がやっぱり体を預けるにはふさわしい座席かなと思いました。まあどっちも快適なんですけどね。
韓国への到着はもうそれほど時間はかかりません。ちょっとね、途中で仕事しなきゃいけなくなったんで1時間ぐらいはぐっすり寝てたんですけど、起きまして飲み物もオレンジジュースをもらいました。それからトイレに行ったらこんな風に、これはフェイスボディシート、マウスウォッシュ、それからあとは歯ブラシですかね、こういうような全日空オリジナルの、ハンド石鹸というのかな、そういうのもありましたけど、やっぱこれは国際線の夜も走るような長距離便と同じような装備を持ってるんですね。さて、もういよいよ朝鮮半島の際までやってきました。ユーラシア大陸に久々に戻ってきます。戻ってくるのおかしいな、また来ました。これね、下を見ていたところでちょうど大陸の際も見えまして、あ、これはいいなと思ったんですが、残念ながらビデオカメラの調子がちょっと悪く、その大陸の上に差し掛かるぐらいのところは映すことができませんでしたが、しかし本日は朝鮮半島も大変よく晴れているようです。向こうにはソウルの街並み、とても統一感があってなかなか壮観です。この韓国の観光、ソウルの観光についてはまた別の動画で出すことにします。おそらくスーツ旅行チャンネルにて日帰りでソウルへ旅行してきましたみたいな動画を出すと思いますが、そこではね、昔日本が統治していた時代の建物とか、その時代の、ものを見に行く、そういうことになるかなと思います。私が韓国って言ったら一番気になるのは日本統治時代ですかね。別に韓国をなんかそんな見下したりとかそんなことしてるわけじゃありませんけど、でもそれがね、やっぱこう、歴史的にはやっぱもともと大日本帝国だった時代があるところですから、つながりも深い国だし非常に気になります。そう、銀浦空港に着陸しました。前に見えてるあの車、フォローミーと書いてあって、あの車はヒュンダイ、韓国の自動車のようです。そんなにたくさんの飛行機がやってくる空港ではなくて、札幌の丘珠空港みたいな感じですかね。多分東京行きの飛行機がほとんどだそうです。これがビジネスクラスの前景、前後の間隔が広いでしょう。国内線のプレミアムクラスとそっくりですが、やっぱり全然格は違いました。非常に快適な旅、全日空の皆さんありがとうございました。よろしければ他の動画もお楽しみください。